ソシャゲ界の闇、ガチュファ。一回およそ500円で回せて入手できるデジタル上の可愛いオニャの子。当たればオニャの、外せば栽培マン。栽培マンの死体の山の上に可愛いオニャの子たちは立っている。しかしながら、いくら回しても栽培マンの死体だけが積み重なる場合もある。そう、それは不正。ゲーム会社は可愛い露出度高めの女の子のイラストを描いて低確率で排出させるだけで楽して数億もの金が稼げます。人間の本質がなす横島な心は不正して金を稼ぎたいと思わせる。そんな心の持ち主がソシャゲ界には大勢いるのです。そんな汚い大人たちが起こしたガチャにまつわる事件たちをご紹介していきたいと思います。では行こう。グランブルーファンタジーアンチラ事件。アンチラはグランブルーファンタジーに登場するキャラであり、年末年始ガチャ確率通報騒動という一連の事件の中核に存在するキャラ。この騒動はネットだけに収まらず、テレビや新聞といった各メディア、さらには国会にまで波及するほどの大事件として名高く、ソシャゲ界のガチャ事件を語るには外せない事件。全ての始まりは2015年12月31日付で更新された新ガチャに登場するキャラクター4人が実装されることから始まりました。その実装されるキャラクターはアンチラ、ユーステス、ベアトリクス、ヤイヤの4人。イラストもオタクたちを興奮させるに十分であったため、ガチャが実装される前からネットでは大盛り上がり。そして当日ガチャは実装され、廃課金者は一斉にクレジットカードを切り金を溶かしていくのですが、今回の目玉であるアンチラを入手したという報告は SNS を含め非常に少なく、この時点でどこか不穏な空気が漂い始めていました。その不穏を確実的に射止めたのが、ニコニコ生放送でアンチラを引くまでガチャを回し続けるという勇者たる生主の放送。彼は何度も回し続け、最終的にアンチラを引き当てた際のガチャ回数は2276回、約70万円をつぎ込んでアンチラを当てることに成功。この時点ではとんでもなく確率の低いキャラとして笑い話になるものの、ガチャ確率が操作されているのではないかいぶかしげに思う人も少なくなかった模様。その後レジェンドフェイスというアンチラを含める SSR のレアリティを持つキャラが排出率 6% になるといったイベントの際、欲しいキャラを狙って70万円ほどつぎ込んでも当たらないという報告が話題になり、当時ガチャのページから閲覧可能だったプレイヤーの SSR の獲得履歴を監視するユーザーが増え、独自に SSR の出現率を分析。結果アンチラだけ出現率が極端に少ないという答えを導き、 SNS で運営がガチャの確率を操作しているという声が広がり、炎上して、その後消費者庁に数千人もの署名を提出する事件に発展。この事態を受け、当時のプロデューサーが生放送で謝罪。そして2周年を迎える日、ガチャに登場する装備品や個別の出現確率を表記すると告知があったものの、アンチラ騒動の具体的な言及はなく、プレイヤーたちは不満を募らせるだけの結果に。その後114万円を課金してもアンチラを引けなかった人が登場すると炎上し、謎のサーバー障害が発生したり、炎上するとたびたびサーバー障害が発生するという奇妙な状況が続くことに。そして20年の3月10日期間中のレジェンドガチャを300回、つまり9万円つぎ込めば任意の装備を交換するという、とりあえず課金しろ措置が実装。その後にレジェンドフェス開催中に購入したガチャと同額の石の払い戻しが行われ、アンチラ騒動は一段落したものの、当時騒動が起こり運営会社のサイゲームスは株価が暴落したり、景品表示法違反の疑いがあるとされ、信頼を大きくなくしました。ドラゴンボール Z ドッカンバトル、ドッカンテーブル事件。ドラゴンボール Z ドッカンバトルは2015年1月30日にリリースされたドラゴンボールを舞台にしたアプリゲーム。懐かしい名場面やキャラクターを登場させ、バトルも難しくないので老若男女問わず楽しめる本作。ドラゴンボールというクリーンな作品もガチャという企業の欲望を具現化したものにかかれば炎上は深い。2017年11月14日昼から夜にかけてメンテナンスが延長される事態がまず発生します。これはアップストアで新しいバージョンを配信することが遅れているからと公式が告知、そのお詫びとしてワビー氏を15個配布。このアップデートにより新しいキャラとガチャが実装されましたが、ここで事件が発生。ガチャ内で見れる当該ガチャの排出キャラ一覧が各プレイヤーごとに違うことが発覚。これが SNS や掲示板で拡散され、運営はプレイヤーごとにキャラの排出確率を操作しているのではないだろうかという疑惑が浮上。この画像を見てわかるように排出キャラが異なり、アップデートで追加された新キャラの表示がないアカウントも存在。つまり表示がないのにそれを狙ってガチャを回し
しても永久に排出されることはないという状態。この事件が発覚する以前から本作のガチャ確率がおかしいとたびたび話題になっていました。100回ガチャを回しても最高ランクのキャラが何度も被ると同時に新キャラが出ないなど、そんな鬱憤の蓄積もある中、11月15日、この事態を受けて運営がメンテナンスを開始。その翌日にお知らせで今回の対応と現象の内容を発表。今回の騒動はメモリ管理プログラムの欠陥による表示具合であり、表示不具合であり、ガチャの排出率は正常であったということを発表。加えて本作のソースコードも発表。しかしネットではこのソースコードに対しても疑問が浮上。確率表示ページは単なる HTML のシステムで構成されているもの。つまりこれは外部データに応じて変動するページではないため、このソースコードとは全く関係がないのではないかという指摘がありました。提出されたソースコードが使われていたという保証もどこにもないため、全部のソースコードを発表しなければ信用はできないという指摘。しかしながら全ソースを出しても部分的にコードを変えれば意味はないため、結局運営もプレイヤーもどうすれば納得できるのか右往左往。対応にも疑惑が浮上する惨事の中、本作の運営会社暁の株価が一瞬で吹き飛ぶ。200億円もの損失を生み、ドッカンバトルは死亡寸前。悟空は地球を助けても暁は助けない。その後今回の事件に対して再び言及が。表示に必要なカード ID を呼び出す処理の際、アプリのメモリ上にないカードに関してうまく処理ができず、本来表示されなければいけなかったカードが表示されなかったと運営が発表。そして全ユーザーにわびし300個を配布し、不具合が発生した期間にガチャを回したユーザーには使用した分の石も補填。ただの不具合でキャラの表示ができなかったなら、わざわざここまでする必要があるのか。燃え盛った火を消すために水を燃えていないところにまで投げて外部から消火を行っているようにも見える状態。そんなこんなでドッカンバトルの炎上事件は一旦落ち着いていったものの、実はドッカンバトル運営会社の元社員と思われる人間が内部暴露をしていました。全て確率操作。これをドッカンテーブルといい、未取得のキャラクターは低確率で排出するようにし課金を促すという内容。以後この事件をドッカンテーブル事件と名付けたネット民たち。一連の事件はあったものの、本当の真実は闇の中である。アナザーエデン、時空を超える猫、確率操作事件。ドッカンテーブル同様、アナザーエデンも確率操作により信用を失落させました。本作アナザーエデンは2017年よりグリーから配信されているゲーム。そんな本作が行っていた確率操作、2018年9月13日にプレイヤーの大量アクセスによりサーバーに負荷がかかり、ガチャのプログラムにも不具合が発生。その内容はガチャで出現するキャラクターの中でレアリティが星3つと星4つのキャラクターが排除されるという。本作のガチャで排出される最高レアリティは星5つ、つまり不具合によって最高レアリティの星5以外が出ないという最高の状況。ドッカンバトルで言えば10連ガチャを回して本来は栽培マン10体のところが全員ブロリーになるというフィーバー体。結果とにかくガチャを回しまくる人が多発。それに伴って SNS にはガチャの報告がアップされることに。しかしあることに気づくのです。不具合で3や4のレアリティのキャラが出ない状態になっているのに、10連ガチャを回しても星5のキャラクターが3体までしか排出されていない。加えて本作は10連ガチャを引けば最後の1体が星5キャラになるという仕様もあるのに、その枠のキャラが星4つになっていたりと不自然な画像が次々にアップ。そしてプレイヤーたちはそもそも星5のキャラクターの排出上限が3体なのではないかと考えました。翌日公式ツイッターで運営が報告、申し訳程度の詫び石を配布。しかしながら不具合が発生した際に排出されたキャラたちのロールバックがなかったため炎上は収束せず、さらに疑惑は募るばかり。さらに翌日ユーザーからも指摘を受け、本作のお知らせと SNS 上に今回の事件を調査するとし、9月19日に確率を操作するプログラムがあるということが判明。その上でゲーム内に表記されているキャラの排出率と実際の確率との比較が行われました。結果本作の確率操作は10連ガチャにおいて同じキャラが4体以上の場合、もしくは最高レアリティの星5のキャラが4体以上の場合、このどちらかの場合にガチャの再抽選が行われるというプログラムが仕組まれていたということも判明。てか確率操作をしていることは社内の人間であれば大抵知っていそうなものなのに、わざわざ調査する時間なんて必要なのでしょうか。何か言い訳と補填内容を回避しているとしか思えない。なら初めからやらなければいいもの。ということで本事件のお電話、3万円相当の石と好きなキャラ1体、ガチャを回した状況に応じて確定チケットが配布されることに。ちなみにこうして説明するとグリー側が圧倒的に悪者に思われがちですが、この確率操作の内容である同じキャラが4体以上の場合、つまり星3
さんのキャラクターが多数輩出される抽選結果が出た場合、再抽選をするという操作はプレイヤー側からすれば結構ありがたいこと。だって幸いマン4体も欲しくないですからね。グリもキャグの不利益につながると考えて、この確率操作を仕組んだとのことです。しかしながらガチャの操作は良くないっていうか、ソシャゲからガチャを廃した方がいいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。ソシャゲのガチャが一般的になってきてからというものの、当然お金が絡んでくるので不正問題が多発していますね。どっかで問題が発生すればガチャは大抵操作されているという認識を持つので、他のゲームの信頼にも影響するので、そもそもガチャはやめた方がいいんじゃないでしょうか。しかしながらガチャは金のなる木、ゲームメーカーからすれば捨てに捨てられないものなんでしょうね。さすがに未成年や学生の課金額はもっと厳格にチェックするべきだとは思います。自分の息子が自分の興味のないソシャゲに10万円課金しているのと、エロ本を10万円分買ってコレクションをしているの、どっちがいいでしょうか。僕はどっちも嫌です。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラムやってるので登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほらまた。チャンネル登録をすると